はい、こんにちは、今回も始まりました、回転ショー。ですね、前回もそうだったんですけど、ちょっとドラマーから離れたりとか、そちら側からドラマをどう見られてるのかとか、そういったのをですね、他のパートの方を、ゲストにしてですね、お送りしたいと思います。それではですね、早速紹介したいと思います。今回 DJ です。では紹介します。 DJ ペイさん。 DJ ペイです。イエーイ。そして DJ 千尋さん。 DJ 千尋です。イエーイ。よろしくお願いします。といったところでですね、ドラマだから、ドラマのゲストが多かったんですね、今まで。はい、当然のごとくで、ちょこちょここう、ボーカリストだったりギタリストいたの、ちょっと覚えてないんだけど、ドラマ以外のパートの人で、はい、で俺自身も気になってるというその DJ というパート、もうね、やはりちょっとゲストに来ていただいて、いろんな話聞かせていただこうかと思いましたんですが、その前に飲みます？ですね、飲まないとダメなんでしょ。もうシャイすぎて。皆さん聞こえてます声。DJ ペイです。 DJ ペイですって言ったこと。DJ ペイさんですよ。はい、DJ 千尋くんですよ。はい、千尋です。今日はちょっと容姿のぐね、仮の姿、はい、そうですね。ほとんどの、ね、千尋くんをご存知な方はほとんど、白塗りの千尋くんがほとんどでしょうね。あー、ちょっと違うから、あれ誰だって言うんですよね。本物ですよ、本物。あれ嘘じゃないから。とりあえず乾杯。乾杯。よろしくお願いします。うん、DJ それぞれが、ね、始めたきっかけかな、うん、をペイ君か。はい、私はもうすぐそこなんですけど、新宿で、新宿生まれ、新宿のクラブでずっとそういった DJ をやってまして、それがもうかれこれ20年前になってくる。20年以上前ですね。ですよね、はい、僕も知ってるあのバンドをまだやる前でしょ。そうです。で、砂賀達夫っていう DJ の、付き人というか、そういうレコード持ちみたいな。ちゃんとお師匠さんが、大貫賢章さんとか、あの辺がもうやっておられた、ミロスガレージっていうところがありまして、神社の。それがクラブ。はい、それって椿とかああいう、もうそう、大貫さんぐらい、そうですね、クライマックスだとか、そういう系列で、第三走行になって、その後に第三走行って、まだ俺大阪だったんで、そのいわゆるクラブの名前が届くわけじゃないですか、はい、行ったことなかったけど、それ第三走行、もともと椿ハウスもそうだし、行ったことない、だから羨ましかった、そういうのがそばにあってすぐ行けるとか。はあ、それで、でミロスガレージで縦水曜日っていう曜日をいただきまして、でそういった何ペイナイトみたいになってくるわけ。そうですね、ペイナイトというか、ジャンルがそれぞれ縦で決まったんですね。今はこう日替わりで変わるようなイベントの経営を、縦って分かりますよね、カレンダーでいうところの月曜日なら月曜日っていう、ね、そうですね、それぞれのその月のね。はい、昔はこう縦でこう月曜日はね、例えばロカビリーとか、火曜日はヒップホップ、水曜日はレゲエ、そういう感じで決まってまして、で、私は新しく、昔はこうヒップホップだったんですけども、で、達夫さんの、射程についてこうやってたんですが、それ以降、バンド以降はですね、縦でこうテクノみたいな、打ち込みのエレクトロな、そういうイメージが、俺は、バンドから MH というね、バンドからなので、テクノだったり、そういったニューウェブな、それの方がレイ君のイメージは強い印象がある。レゲエとかもそういうヒップホップもみんな、そらあるもんね、その DJ としては。で、そういうクラブ畑で育って、
その後にあのたまたまこうレコーディングの仕事が入りまして、うん、でちょうど私はヒップホップのジャンルをやっていた頃なので、はい、そういったあの、まあ、スクラッチ、いわゆるターンテーブルをこするような、うん、まあ、楽器みたいな感じで、まあ、リズムを刻む、うん、そういうもので、まあ、お仕事が入ってきまして、うん、で、まああのまあ、今昔今アジトで、うん、ユーザロックっていう、ね、はいはいはい、あのゆうくんが、まあ、当時あの、まあ、友達 で、うん、でまあ、その子から仕事をもらいまして、で、まあスタジオに入って、で収録をして、はい、でその後の何週間後に、うん、あのそういったお声がかかりまして、あのビクターのそれがバンドデビュー、そうですね、で一応そういう正式にメンバーに加わらないかというところで、あれレコード会社からのそういう、そうなんですよ。で一応 MAG は本来インディーズでそういったあのまた昔はそういうビジュアル系のバンドで当時デビューして、ニューウェブとかちょっとあのニューロマっていうかイカ天も、あそうです、イカ天にも当時出てた、バンドだったんで、あそうだそうだ、そうですね、でイカ天もあって、あそうその頃ってペイ君まだいない、そういうことです、イカ天先輩にね準優勝になったみたいですよ、先輩メカエルビスメカエルビスというね、いらっしゃいますね、バカなんじゃないすごい先輩がいるんですけどその方もイカ天でっていうメカエルビスですからね、その方は ね元気ですかピカピカ光ってますよ、そうそうそう、そういうことなんですね、バンドデビューっていうのは。ああ、それから、バンドも解散後、ね、またこの、まあ、テクノとかその、はい、まあ、どっぷりモロニューウェーブというか、うん、そっちの方の印象、そこからはすごい強いですもんね。そうですね。ね、最初こう聞いて、まだ BPM もヒップホップよりは全然早いですし、まだこう、馴染んでなかったんですけども、やっぱりこうライブリハーサルとかやっぱりレコーディング込むようになって、やっぱりバンドっていうものが、やっぱりあこういうものなんだっていうのを感じてきてですね、やっぱりすごく畑違いだったんですけども、すごく確かにね、その頃はで、やっぱりバンドっていうものをやっぱまあ、知り知ってからですね、まあ、オールジャンル、まあ、一つのジャンルにこだわらず、まあ、聞くようになって、それからだいぶ変わりました、バンド DJ というの、そこに対してじゃあ千尋君はっていうと、バンド DJ っていうところだからね、ね、そうですよね、もうなんか、あのすごい由緒正しい履歴だったんで俺ほらね、あのいやいや、あなたはもう存在自体もね、もうキャラ勝ちというかキャラ勝ちしてんじゃん。そうなんですか、うん、例えば千尋君の場合はじゃあ何きっかけで始めるとかって。これはですね、撮影してる彼も知ってるんだけど、DJ 四川っていうやつがいまして、あいつがまだ DJ をやる前に友達で仲良くしてたんだけど、今度主催でイベントをやるんだけど、DJ とかいないんだよ、ね、まだ探してんだよねみたいな話をしていて、その頃は何も別に DJ やってなかったんですよ。で、あ、俺音源とか結構持ってくからできるよぐらいのことを言い出しまして、言い上がりまして、俺ならできんじゃねえかみたいな。とりあえず、とりあえず、まあね、それで何年ぐらい？ボスもうその当時はもう今みたいなエレクトロじゃなくて、ボスポジパン、いわゆるポジパンでそうだったんで、まあもう何も考えずにお友達のイベントに混ざって入ったっていう、その四川君の、まあ、あれもあって、すごい緩い理由ですよね、こちらの由緒正しいのと比べちゃうといや、でもそれはそれで全然いいんじゃない、きっかけなんて、まあ、だって今やもう DJ 千尋つって言うと誰もが結構知ってるじゃん、ゴスイベントの中でも。まあ、もともとその前からほらバンドはやってたんで、まあ、あまり話題にはなりませんけどもね。それとは別にじゃあ、まあ、最初楽しいからというきっかけも、ゴスのクラブに遊びに行くようになって、
で、まあ支店長がそういうのをやりたいっていうんで、初っ端からじゃあ、あのゴスポジパンですね、 DJ のキャリアとしては、うん、パンクロックだからロンドンナイト的なものっていうそういうわけじゃなくじゃないですね、もともとちょっとあの人と外れてる、まあ、暗い音楽が好きだったからゴス、あノイズには行かなかったの、行かなかったですね、あ、うん、ノイバウンテンとか、あ、まあまあ、もちろんあの入ってますけどねそっちはメディアランチとか大好きですけどあのぶっ壊した感じとかねそれもうちょっと大人になってから、あ、うん、あ、まあその当時ももう大人ですけどね、うん、結構そうね、おそらくね、うん、視線とかあの年代よりは一世代上だったんで、うん、あ、彼ってもっと若いんだっけ、全然若いですね、うん、あ、そうなんだね、一回りとは言わないですけど、いや、例えばこうね、いや、今それクラブとかあのイベントでの DJ に対してDJ ってなんかいろいろあるじゃん、そのもともとあった例えばラジオでいわゆるディスクジョッキー、あれも DJ の走ってで、ペイ君がやってるバンドとしての DJ って、うん、で、まあもともとペイ君もね、あれですもんね、あの自分で曲も作って、そうですね、でもあの DJ さんの、うん、いわゆる、まあ、ディスクジョッキーをする DJ、まあ、しゃべりで、はい、まあ、曲紹介したりして、まあやる DJ もいれば、うん、それがまあ本来のものであるべきなんでしょうけど、まあ、私がちょうどやり始めた時っていうのがその要するに人の曲をそのまた別の曲に変えるようなちょっとダブっぽいそういうイメージの やっぱりリミックスするような DJ の方がやっぱりイギリスの方でそういった出てきたりとか、やっぱりヒップホップ自体もそういう、サンプリングっていう手法が生まれてから、やっぱり他人の曲をこう画期的なものだと思うの、ね、あれで世の中変わったかもしれないですもんね、そうですね、っていう今じゃかえってあのソフトとかがパソコンの時代なんで、うん、かえってこう切り刻むんでね、あの、まあ、オリジナルのサウンドに作り上げたりはできるんですけど、うん、昔はもう一小節でさバツッとやって、うん、あの当時赤いの機張りですよね、 S1100 だってもう何十万もする機材をね買ってメモリー増やしてやってましたけど、何十万だからな、あれ。そうですね、今じゃハードオフでもうあの0円に近いっていうただでか持ってくる、そうそうそう、3本で置いてあるんですよね、あれをこどってみんなやっぱ購入したんだもんな、ね、サンプラーから入ってる人は多かったですね、周りの打ち込みやってる人たちで、うん、やっぱ画期的だと思う、あの赤いのサンプラーっていうのは、うん、例えばドラマーでさえその存在で分かるわけじゃないですか、あのそういったね同期ものがないバンドやってたとしても、それぐらい画期的なものなんだっていう、あのシンセサイザーでいうところに DX7 が出たぐらいの勢いそうですね、もう30年以上前の話ですよね、うん、あ、そっからなんだな、その違いって例えば何なんだろうなっていうのが、あのいわゆる曲をつないでいくものでしょ、はい、まあ収録もそうだし、まあ、ペイ君ももともとそういうクラブでやってた時で曲をつなぐ、うんうん、それだけ、それとあの今度はじゃあ作曲の方にも、でバンドとして楽曲に加わる、うん、DJ との差って何だと思う、何なんだろうな、はい、あれって、うん、で自分の場合はもうすんなりなんかこうヒップホップやってたのでこうスクラッチ それがもう完全にもうリズムを刻むわけで、やっぱり楽器みたいなもん、ね、まあそうなんですね、だそういう楽器のイメージで、まあ、すんなり入れたんで、うん、もう見た目からもあのなんか新しいパートとしてバンドに一人いるよっていうような存在感もあるし、うん、そういうリズムも刻めて、まあ、あの楽器には出せないそのニュアンスのものも出せたんで、うん、自体がね、僕自体それを、いつだ、15年とかそのもっと前かな、初めて、まあ、サポートの仕事で経験して、その経験するまでって、まあ、どんなものかって実際実感ないわけでしょ、あんなにビート感がきっちり出せるものなんだと思わなかった、あ、うん、スクラッチとかそういうもので、その時に、うん、Tokyo Borderless TV